ドゥカティモンスター。モンスターとは、イタリアのオートバイメーカーであるドゥカティが1993年から製造販売するオートバイの車種である。設計は、モンスターは、現在のドゥカティのネイキッドタイプの主流車種であり、スポーツクラシックシリーズが登場するまでは、近年のドゥカティでは、唯一のネイキッドバイクでもあった。モンスターが登場する以前のドゥカティは、 スーパーバイク世界選手権等への積極的なレース活動からスーパースポーツ等のカウル付きスポーツバイクに強いというイメージが強かった。そんな折に登場したのがモンスターである。モンスターは当時はまだ普遍的なデザインを採用することの多かったネイキッドバイクとしては珍しく先進的な特徴ある外観をしていた。また車両性能は 他社のネイキッドバイクと比べてスポーティなものでありネイキッドの特徴であるリラックスした乗車姿勢に高性能なエンジンや車体という組み合わせも珍しかったこうした先進的デザインの高性能なネイキッドバイクというコンセプトが受け入れられ2007年現在まで基本的なデザインを変えることなくドゥカティ社の売り上げの多くを担う看板車種になしているモンスターの外観は 登場当初は、ネイキッドバイクとしては、珍しい先進的なものだった。特徴的な巨大な燃料タンクや、脱着可能なシングルシートカウル、当時のネイキッドとしては、珍しい倒立式、フロントフォーク等、特徴あるデザインや装備が採用された。エンジンは、デスモドロミック90度、V 型2気筒というデュカティ伝統の L ツインを搭載し、その出力性能は、 同社のスポーツバイクに比べて、やや中低速よりに振られることが多い。フレームは年式によって細部は異なるが、これも、ドゥカティ伝統といえる交換トレリスフレームを採用する。当初は851系を元にしたフレームと、リアサスペンション方式を採用していたが、2001年の S4 を筆頭に、翌2002年には400を除く、全排気量で、 stk を元にしたフレームとリアサスペンション方式に変更された。2017年モデル、空冷797、797プラス、水冷821、821ストライプ、1200万 1200s、1200r、2016年モデル、空冷なし、水冷821、1200、1200s、1200r、 2015年モデル、2014年モデル、空冷696、796、水冷12 1200、1200S。2008年を最後に、水冷モンスターはカタロングから姿を消してしまった。あれから6年、再び水冷モンスターが復活。エンジン、テスタストレッタ11度、2014年の、現行ムルティストラーダや、 ディアベルと同様の第二世代イコール改良型フレーム、サブフレーム、リアサスペンションの取り付け位置がシリンダーヘッドに変更。スペック、イタリア本国使用、1200は 135hp、8750rpm&12.0kgm、7250rpm 12.、72 1200s は 145hp。 8750rpm&12.7kgm 7250rpm となる。日本仕様では、両モデルとも共通 126hp 7250rpm&12.2kgm 7000rpm 各制御。DSP は3レベル。ABS は8レベル。DTC の制御は3種類のライディングモード。アーバン、ツーリング。 スポーツ。燃料タンク、17.5リットルのスチール製。ホイールベース、モンスター1100エボより 61mm、長い 1511mm、軽量化と低重心化。新型トラスフレームで 1.23kg、スチールパイプシートレールで 1.1kg、モンスター 1200S の前後ホイールで 1.1kg が、測られている。フロントブレーキ、 1200S ブレンボ製、M50 ラジアルマウントキャリパーと 330mm、軽ディスク。フロントフォーク、1200S48mm 軽、オーリンズ製倒立フォーク。リアサスペンション、カンチレバー式、モンスター 1200S オーリンズ製ピギー、バックリザーバー付きダンパーを一体化した、フルアジャスタブル。1200スプリングプリロードと、 伸び側ダンパー調整可能なザックス製。使用、エンジン形式イコールテスタストレッタ11度 DS、L 型2気筒4バルブデスモドロミックスイレー。総排気量イコール1、198.4cc、ボア、ストロークイコール 10667.9mm、車両重量イコール 209kg、シート高イコール745または 770mm 可変。 燃料タンク容量イコール17.5リットル。買いタイヤサイズイコール120、70ZR17。R タイヤサイズイコール190、55ZR17。価格 1200S イコール181万円2014年7月現在。消費税込み日本発売開始2014年7月から。モンスター8212014年5月発表。 水冷 821cc、テスタストレッタ11度エンジン。112hp、9250rpm、9.1kgm、7750rpm、車両重量 205.5kg、乾燥重量 179.5kg イタリアでは、2014年7月から販売開始。696、796、1100エボ。 各排気量2013年 20th anniversary モデル初代モンスターを彷彿させるデザイン2013年11月発表水冷、排気量 1198cc1200 最高出力 100.7kW 8750rpm 最大トルク118.0 n m 7250rpm 1200s 最高出力 108.2kW 8750rpm 最大トルク 124.5nm 6000rpm エンジンテスタストレッタ11ホイールベース 1151mm トラクションコントロール ABS フルカラー TFT 液晶ディスプレイシートの高さを 785mm から 810mm の間で自由に可変 2011年から2013年空冷、排気量 1078cc、装備重量 188kg、最高出力 100hp、7500rpm、最大トルク 10.5kg、6000rpmdsp 採用、1100との違い多数。クラッチは、乾式から湿式。エンジンは、デスモデーエボルツ用根に、変更、軽量化。 マフラーは右下へ2本出し。カラーデザインはフェンダー、タンク、シートカバーにストライプラインが入る。ハンドル位置は 20mm 高く。シート形状はフラットへ。ホイールはスポーク形状変更、軽量化。サスペンションメーカー変更。特別仕様2012年モンスターディーゼル、イタリアのファッションブランド。 ディーゼルとのコラボモデル、ディーゼルのデザイナーがミリタリー風のカラーリング及び外装を手掛ける。2009年3月デリバリー開始。2011年、排気量 1100cc デュアルスパークエンジン搭載、696同様のシャーシ構造ながら、リアを肩持ちスイングアームにするなど、外観上の違いがある。S は標準で、フロントとリアサスペンションが、オーリンズ車線を装備している。 2009年発表、デビュー2010年空冷、排気量 803cc、装備重量 188kg、乾燥重量 169kg、最高出力 87hp、8250rpm、最大トルク 8.0kg、6250rpm リアは、肩持ちスイングアーム。フロントホーク、2009年昭和製、2011年、 丸属規制、2013年かや制せ、2015年3月後続を821へ譲る、2015年度カタログへの記載なし。2008年6月発表、8月デリバリー開始。排気量 696cc、装備重量 186kg、乾燥重量 161kg、最大出力 80PS、9000RPM。 最大トルク 7.0kg7750rpm1994 年以来初めてのフルモデルチェンジを施したモデルシリーズ最低シート高を誇るラジアルマウント4ポットキャリパー搭載タンクは左右分割式の樹脂製カバーに変えられているモンスターという名前で最初に発表された車種初代はドゥカティ五十一のフレームにスーパースポーツの 空冷エンジンを組み合わせた異色のネイキッドバイクであった。1993年に発表され、細部に改良を加えられながらも外観はほとんど変わらずに2002年まで販売を続けたが、後継の線と交代で販売を終了した。900に続いてモンスターとして2番目に発表された車種で、1994年から2001年まで販売された。 600の後継車種として発表され、2002年から2005年まで販売された。900と600に続いて、モンスターとして3番目に発表された車種で、1996年から2002年まで販売された。750の後継車種として発表され、2003年から2004年まで販売された。燃料供給がインジェクション化されたため、800A と称する。 2003年に900の後継車種として発表され、2005年まで販売された。両持ち、式スイングアームや車体両側に一本ずつの日本出しマフラーなど、旧世代の外観を残した最後の上位車種となった。S2R シリーズの基本車種、リアの型持ち式スイングアームや、右日本出しサイレンサーなど、外見は先に発売された S4R に準ずる。 排気量 803cc 空冷にバルブエンジンを搭載しており、最大出力は 56.7kW、77PS である。バックトルク制御効果を持ちクラッチ操作に必要な力が少なくなるアップテックシステムを採用している。発表当初の2005年には S2R はこの排気量のモデルしかなかったので、この年だけは単に S2R と呼ばれていた。通称 S2R シリーズの上位車種。排気量 1000cc 空冷に、バルブデュアルスパークエンジンを搭載しており、最大出力は 70kW、95PS である。S2R800 に続いて2006年に発表された。S2R800 と異なり、クラッチは、旧来の鑑識が使われている。620の後継として2006年に発表された、車種。 従来の620と比べデザインはあまり変わってはいないが、排気量は 695cc まで拡大され、最大出力は 53.7kW、73PS に向上している。また、シート高も下げられているのが特徴である。フィアット社のパンダの特別仕様として、 この695とコラボレートしたアンダーモンスター695が社名にちなんで695台限定で発売されたことがある。日本市場向け専用に販売されている車種、排気量 398cc 空冷にバルブエンジンを搭載しており、現行年式では最大出力 32.4kW44PS である。 1996年までで一旦販売を終了していたが、日本市場からの強い要望もあり2000年から復活した。実質的に過去の600、620や現行の695をもとに廃棄量を縮小したものであり、年式ごとの違いも、概ね600、620、695に準じる。2001年に登場した。 モンスターシリーズ初となる水冷4バルブエンジンを搭載した車種。排気量は 916cc で、最大出力は 74kW、101PS であった。2002年には、スーパーバイク世界選手権で活躍したカールフォガティを記念した高性能な限定車種である S4 フォガティも併売された。S4 そのものは2003年まで販売され、翌年発表された。 S4R と交代で販売を終了した。2004年に S4 の後継モデルとして発表された車種。排気量 996cc 水冷4、バルブエンジンを搭載し、最大出力は 86.1kW、117PS であった。先代となる S4 との大きな違いはその外観であり、燃料タンクの造形など、基本的な外観は踏襲しつつ、 型持ち式スイングアームやシートカウル右側にまとめられた日本出しマフラーが新たに採用され、エンジンは S4 によりも排気量が拡大されて 996cc となった。2006年に後継モデルの S4 r あるテスタストレッタが先行発表されて1年間平売となり、そのまま2006年で販売を終了した。2005年11月から、 先行発表された水冷エンジンを搭載するモンスターのうち基本となる車種。エンジンは排気量 998cc の水冷4バルブと先代の S4R とほぼ変わらない。排気量だがテスタストレッタと呼ばれる小型化されたシリンダーヘッドを持つエンジンを搭載しており、最大出力等の性能が高まっている。前後のサスペンションに昭和製の前兆正式を採用している。 2006年から登場した S4R の上位車種。エンジンは S4R と同様の排気量 998cc 水冷4バルブのテスタストレッタエンジンを搭載し、最大出力や最大トルクといった性能は S4R テスタストレと同じである。S4R テスタストレッタとの主な違いは前後のサスペンションにオーリンズ製の全長正式を採用する点と、 カーボンファイバー製外装部品を多く採用する点などである。なお限定使用者として S4RS トリコロールが存在する。この車両は日本国内では限定30台のみ販売され、その名の通りイタリア国旗をあしらったペイントが施されている。ちなみにルカティの歴史においてトリコロールカラーはフラッグシップモデルのみに限定して与えられてきたもので、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。